ハイプレイしていきたいと思います。7 days to die というわけで、どうしよっか。とりあえずね、1階に帰ろう。1階に帰って、出ましょう。で、1階ってこれは開けたんだっけ？これ1階？これ1階じゃないね。もう1個下だね。確か1階って開けたよね。オッケーオッケーオッケー。で、ゾンビがいるかどうかがわかんないんだよね。多分いないとは思う。あ、あれは違う。いないと思うんだけど。で、コメントいただきまして、ちょっと待ってね。イベントとりあえず整理させて。コメントいただきまして、ビルの前に俺、あれだね。なんか、チェストボックスセットしたらしい。そこに肉、俺肉持ってきたよね、と思ってたんだよ。チェストボックスどっかにセットしたらしい。あ、これか。雪国にチェストボックス、これちげえや。これか。雪国にチェストボックス置くもんじゃねえ。なんか持ってきた気はしてたんだよ、確かに。どうしよっか。真正面に置いとけよかったね。雪国ダメだな。とりあえず、あ、また、またなんか、これスチールなんだ。おお。スチールとポリッシュが必要って。何をどうするか。今は夜、今まだ夜じゃないね。さて、今花もなかったっけ。とりあえず飲み物確保したいんだ。あったじゃん。でどうしよう。一回トレーダーハウス行って適当に仕入れたものを売っ払ってくる。ウォーター、間に合わないかな。今から行ってもワイ、なんで火つけないの。オッケー。でどうしよう。ダイヤモンドはね、ちょっとお高いから数のあるものからいって、飲んでいっか。でヘルメットとか売ろうか。これも売っ払う、これも売っ払う。あとレシピとかあったよね。いや今から行ったら間に合わないかな。もう直線で走っていけば間に合うかもしんない。確か向こう側でしたよね。2分の1ブロック。マックス。40が20。よし。チェーンソーって持ってる？持ってる、オッケー。確かこの方角で合ってるはず。合ってない。合ってる？合ってる？いやー、ほんとあの東ビルディング大変だったね。あんなにいろいろあるとは思ってもいなかったよ。もう、びっくりびっくり。で、一番びっくりだったのが、フェラルゾンビがいたことだよね。フェラルゾンビが格納されてたっていう DNA の部屋に。で、さらに、まさかまさかの、ラディエーションゾンビに、ここで戦う羽目になると思わなかったね。ほんと。ここでワイトゾンビと戦う羽目になると思ってもいなかったですよ。あんな。待って、俺夢の中でベヒモスに会ったな。夢の中でベヒモスに会った気がする。なんか一番強いゾンビって誰だろうみたいなこと考えながら寝てたのかな。ワイトで合ってるよね。ワイトのラディエーションが一番強いよね、多分ね。うん。と思うんだ。あ、もしかしたら警察官のあいつの方が強いかもしれないけど。で寒いな。救急車とりあえず引っ張ろう。寒いね。間に合うなこれは。
やばい、スタミナがない、スタミナない。寒いって。ポンチョ脱ごう、ポンチョ。ポンチョ、ポンチョ、ポンチョ。やばいやばいやばい。バカ。お前、バカか。よし。あ、嘘。本当か。嘘や。はぁ、下手くそ。ダメおりゃ。もうゾンビが来るじゃないの。よしよしよし。ナイフがないだと。嘘、ない。骨をよこせ。違う、骨が持ててない。いや、何これ、違うな。あ、暗くなってきた。は、骨出ねえの。もういいよ、後でだ、後で回収は。21、暗すぎる。おいおいおい、ハロー。とりあえずこれを売りつけます。レベルを上げまくってから104で、待って、これを売るのは先、いや違ったな、これが先だったな。1個100なんで、よし。何買う？マチェットは作れるからいい。グロスボウも作れるからいい。いらないな。バッテリーバンク。バッテリーバンクも欲しいよね。ソーラーセールだって。じゃあソーラー、あ。は？一周百千万。たっけー、たっけー、ソーラーセール。とりあえずバッテリーバンク買いましょう。タレットガンは今いらないかな。タレットガンはいらないと思います。クロスボウもいらないでしょう。スイッチもいらないよね。ブック特に欲しいのないな。フェザー9ミリアーモもういらないよね。なんか微妙だな、こっちのトレーダー。マチェットも後から作れるでしょう。マッシュルーム買うか、1個。マッシュルームと、もう5だって、買っちゃえ全部。ロービートはいい。スノーベリアエクストラクトもいい。ブルーベリーとか売ってない。とりあえず次はどうする？次どうする？もう帰る？ベンチ。どうしよう、どうしよう。アイテムとかなかったよね、こっちは。もう帰ろっか、暗いし。ナイフ欲しいか。これで一回とりあえず。マジェットじゃなくて、なんか適当に安いナイフ。マジェットでいっかも。金足りねえ。ハンティングナイフ意外といい値段するっていう。ぼったくりやな。ナイフレシピ必要なのね。じゃあ買うわ。うわへん、買えなかった。ショック。
クールドリンクだし、これしかも。とりあえず町に帰ろう。よいしょ。タイヤが欲しいね、あとね。タイヤと、フレーム手に入った、ミニバイク、しかしレシピがないのよね。こっち雪だったの、そういえば。処分持ってきてね、いつか寒。寒っ！帰ろう。雪だったらやっぱり欲しいかな。あ、寒くてお腹空いてるね。マイナス装備って何がある俺今。マイナスしてないな。まあ、一回帰るか。他に水汲んで帰ろう。72。全部汲んじゃえ。1ぐらい残して。よいしょ。お腹すくね、やっぱり寒いと。やばい、凍えすぎてやばいかも、ちょっと。これまずいかな。やばいね。スタミナの減り早いよ。ゾンビ来た。スノーベリー、ブルーベリー。やばい、スタミナがない。本当にスタミナがない。お腹空いてる。糸糸糸。お、ツールショップがある。スタミナがない、マジでやばい。寒すぎる。早く。あ、見つかる。今です。よし、中ゾンビがいる声がするんだけど。よし、どこにゾンビがいるんだ。ここの下かな。お、ブルーベリーゲットしたんだね、やっぱ。やったぜ、スクラップ。とりあえずしまいまして、木は必要。よし、外の倒しに行くか。どうなってんだこれ。一発でやっつけてる。よし、ゾンビがいきなり来そうで怖いこの足に今びっくりした。
この建物で耐えるの無理だな。これ生きてるじゃん、お前。この建物壊されるな。要塞を建てるかどうするかしないと。どうしようか。まあ、この町漁ってれば多分、どうにか手に入るよね。オーガのパーツぐらい。で、ここに構えるのは、雪なんでやめよう。寒いわ。寒いわ。こんなところにいる必要ないもん。ブルーウォーター、30ぐらい。ほっとしとこう。どうしよっか。ブルーベリー。ダイヤモンドもっとしまっとこう。もっと高くなってから売ろう。で、ソーラーシェルの値段見たところ、高かったんで、もう問答無用で、ハーフブロック売っていこう。あれが修復されてなかったってことは、必要がなかったってことだから、バランス的に間違いないはず。だからインチキではない、あれを使っても。そういう判断に至りました。コーヒーシード全部種にしよっか。畑作りたいね。どうしようかな。いける。クワってなかったですか。ちょっとお腹空いてる。でね、これね、俺コメントで知ったんだけど、このチャコールミートって調理に何も必要ないらしい。本当だ。グリルも何も必要なさそう。え、本当に鍋とか必要じゃねえの。確かにキャンプファイアに刺して、釘じゃない。木にぶっ刺してなんか掲げればいけそうだよね。こっちに書いてあるね、何が必要って。ほんとだ、何も必要ね。知らんかった。ボイルドから必要なんだね。よっしゃ。そしたら、どうしよう。ツールショップが隣にあったね。やっぱりないか。とりあえずは、そしたら、雪のところには住みたくない。不便やな、この町も。雪じゃなくて砂漠だったらよかったのね、ここは。そうすれば完璧だったのね。木の上に、木つか草の上に植えられるようになったんだね。どうしよう。ここら辺だな、建てるとしたら。どうしよう。どこだ、ゾンビ。避けられた。またぐるぐるモード。おお、ぐるぐるじゃなくなった。クワが欲しいな。クワどっかあれじゃない。ちょっと2階のチェスト持ってくるか、1階に。これ何の建物？何なんだ？あれがエンパイア、エンパイアステートビルじゃねえ。なんだっけ？東ビルディングでしょ？豚や豚。ああ、もう、ないな。クロスボウ買ってきてもよかったかな、もう一緒のこと。あの家明るいな。あの家行きたい。あの家。アバンダントハウスだね、多分ね。でもアバンダントハウスにもゾンビいたくね。嘘。
絶対当たってるって今。はい。めっちゃ逃げてくやん、あの豚。ヘッドショット決めたいんだけど。やっつけたか。ナイフがないんだって、だから。しまった。どこら辺、そこら辺に。あ、準備っけ、ラッキー。ナイフのレシピが欲しいね、まずね。もしくはナイフをゲットするか、どっちかやな。隣の建物もやばいのかな、こっち。オールバックスコーヒー。うわ、ちょっとびっくりした。ゾンビいらっしゃるんですか。ごめんなさい、そのつもりなかったんです。あれ開いちゃうな、一晩中かけて開けちゃうな、あれ多分。まあいっか。どうしようこれ。銃はダメ。ハンドガンが思った以上に弱いっていう。バッテリーバンク、どこに何を構えるか考えないとね、ほんとね。ここの近くって行きたいけど雪なんだよ。これ雪じゃないのかな、このライン。んなことねえだろうな。不便だな。取れた。とりあえずマーキングしときましょう。ってことはこっちに取れたある、こっちに取れたある。トレーダー2軒ぐらい近くにあるのはこっちら辺だったかな。でも隣のビルも行きたいよね、やっぱり。喉乾いてますわ。あれ、グラスまだまだあるじゃん。60も。どうしよう、これスクラップでいいか。チェーンソー2個あるじゃん。まずクワだな。クワを持っていきたい。3階だっけこれ。クワあるだろさすがに、1個ぐらい。ないのかな。ないかもしれない。ショベル、ハンティングライフルパーツ320、安いね。フェリタイザーもある。スナイパーライフル。食べ物、俺食べるか。クワなくね？こんだけ建物もあってクワ手に入らんかったってやつ。作るか。で、確か、ここ、この隣の建物にフォージがあったんですよ。これなんだ？これなんだろうね。朝になった。この町一回漁りましょうか、ちゃんと。そんでもって一回、一周してみて何が立ってるか確認してから、拠点の場所も決めようか。このままじゃ、まともに暮らせないっすわ。インベントリ的に。あ、ランドクレームもっと持ってきてね。持ってきたっけ、俺。持ってきてない気がする。高いんだよねあれ。スチール50だって、めっちゃ高え。どこだ。いっぱいいる、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 いっぱいいる。大丈夫。前回の軍あれじゃない、
あれの日じゃないか。当たらないの？今も絶対当たってるって。おかしいって。囲まれてる、囲まれてる。中途半端に囲まれてる。貞子の声がするのが一番の問題なんだけど。あ、これ落ちてるやつ。2階が落ちてきたっていうことだったんだね。貞子がやばいな。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。あー逆だった順番。うわ当たんね、当たんね、当たんね。カクカク重たい。ちょっとあまりにもゾンビ多いすぎて重たい。何匹来たんだよこっちに。何匹引っかかってんだよ。なんで死なない？スタミナがない、スタミナがない。重てえマジで。違う、お前死んでる。トラップを建造するしかないな。この要塞を静止化トラップで。違う、まずここに住むっていう考えが間違ってんだよ。朝なったね。じゃあ回りましょうか。うーわ、一晩にしてこんなに掘り上がった。本当か？一晩じゃなくね、この掘り進みは。はとりあえず撲滅。厳しいなこの建物。まだ貞子どっかいるね。はい、貞子じゃねえあいつ。しかも中にいるし。どこであいつ。はい、ここかよ。もうゾンビ入りすぎ。この建物さ、正面にスピンブレード設置した方がいいんじゃないの？やばい。スタミナが足りない。圧倒的スタミナ不足。ゾンビまた帰ってきてんのさ。この建物ダメやな、ほんと。キリがない。外敵からの強襲が続きすぎる。終わらない建物や。よかった。とりあえず一回セキュアボックス作って。よし、じゃあ今回ここで終わりにしましょうか。木がないだと。そんなバカな話がある？俺さっき木切って歩いてたやん。あった。
とりあえずこっちに置いとこう。多分大丈夫だろう。こんなもんでいいかな。羽も持っとこう。ポンチョいらんだろう、ここ寒いから。いいとして、で多分フォーとか手に入るから、それからでいっか。チェーンソーも後ででいいや。うん、というわけで、じゃあ今回ここで終わりにしましょう。次回はちょっとこの街を散歩して、なんかいろいろあると思うんで探してきましょう。レンチ持ち歩こっか。で、ランドクレーンモッドを持ってこなかったのが、ランドクレーンブロック失敗かもしれないね。あれの中じゃないとワークベンチとか回収できないんですよ。うん、そうなんだよね。まあ、いや、とりあえず今回ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。セシカでした。